はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回はできるだけ少ない練習時間でなるべく効率よく上達したいっていうね、欲張りな皆様のためにお送りする時短エクササイズというのを紹介していきます。まあ、いかにも YouTube っぽい内容なんですけれども、しっかりとねやれば確実に効果が実感できるものになっておりますので、ご安心ください。で、今回の内容はですね、具体的には毎日5分、まあ、5分あれば十分ですね。5分のエクササイズでパーカッションを演奏するためのスピードとコントロール能力、それからバランス感覚というのを養うことができます。で、毎日ね、なかなか忙しくて練習時間が取れないよといった方や、ちょっとね、空いた時間、隙間時間に何かできるいいエクササイズないかしらとお探しの方にうってつけの内容になっておりますので、ぜひ習得していただければと思います。はい、その時短エクササイズどんなものかと言いますと、サイモン・フィリップスっていうドラマがいまして、そのサイモン・フィリップスがクリニックなんかでよく紹介しているエクササイズになります。サイモン・フィリップスドラマーなんでね、スティックでやってるんですけども、まあそれをハンドパーカッションに置き換えて応用してみようという内容です。今回僕コンガでやりますけれども、別にコンガでなくてもね、カホンでもジャンベでもボンゴでも、あるいは指系のダラブッカとか、パンデロとかね、フレームドラムでも何でも使える内容になっておりますので、各自やってる楽器に置き換えて聞いてみてください。ではまず先にサイモン・フィリップスがやっている映像がありますので見ていただきましょう。どうぞ。はい、いかがでしょうか。なんとなくわかりましたでしょうか。おそらくちょっと早くてよくわかんないという方が多いんじゃないかと思いますので、じっくりと解説していきます。これ一体何をやっていたのかと、言いますとですね、まず右左交互で叩くシングルストロークで叩いてました。はい、これ叩いた後、今度2打ずつですね、2打ずつ叩くダブルストロークで叩いてたんですね。はい、でこの後3打ずつになります。3打のトリプルストローク、で最後お察しの通り4打ですね、4打の4ストローク、クワッドストロークで叩いていたという内容です。これをずっと続けながら、シングル、ダブル、トリプル、クワッド、シングル、ダブル、トリプルってこうね、チェンジさせていくというエクササイズでございます。いや、ちょっと待てよと、ハンドでトリプルとかクワッドとかできねえんだけどと、いや、そもそもダブルもままなりませんという方もね、いらっしゃるかなと思いますけれども、全く問題ございません。はい、みんながそれぞれ各自ね、確実にできるテンポ、超ゆっくりでも構いませんので、例えばクワッドだったら 1,2,3,4,2,2,3,4,3,2,3,4、 もうこれぐらいで構いません。これぐらい、ゆっくりでやるだけでも十分効果が得られます。で、これをやることによって、この左右のバランス感覚っていうのが得られますし、これをだんだん速くしていくことによってスピードだったりコントロール能力っていうのをどんどん高くすることができます。はい、何やと思うか、ちょっとやってみましょうか。今回やるエクササイズね、一応図にするとこんな感じになります。はい、まあこれ見るとね、ちょっとうわーっていう感じになるじゃないですか。なのでこのエクササイズはね、こういう図を見ながらやるとか、まあ譜面に起こしてね、譜面見ながらやるというよりかは、もういつでもささっとちゃちゃっとできた方がいいので、これ覚えてしまいましょう。これ実はね、そんなに難しくない、慣れればそんなに難しくないので、できればこの動画を見ながらね、この動画中にメモリー覚えてしまって、いつでも叩けるようにしておくといいかなと思います。はい、でちょっと順番にやっていきますね。まずはシングルストローク、右左交互に16発叩きます。はい、右からでも左からでも好きな方で大丈夫です。まず16発いきます。せーの、はい、1,2,3,4,4×4 の16発ってことですね。今これシャンシャンと鳴らしていたのが音楽のビート拍だと思っていただいて大丈夫です。まあ、つまり16分音符っていうか、この拍に対して4発ずつ叩いたっていう感じですね。はい、でこれはいいじゃないですか。で次ダブルですね。ダブルは2発ずつ叩きます。これも16発叩きます。せーの、1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4。はい、
4×4 の16発です。ここまでは OK ですね。で次問題なの次です。今度トリプルです。1、2、3、1、2、3、ね、3打ずつ叩いていきます。これを15発叩きます。15発です。いきますよ。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3。はい、もう一回いきます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3。はい、ちょっと足りない状態になるんですね。今まで16発叩いていたんですけれども、この 4×4 の16の間隔でやってると3打ずつだと、3、5、15で足りないか、あるいはサブ6、18、18発叩いてちょっと余るっていうね、まあ割り切れない感じになりますので、今回は3、5、15でいきましょう。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、うんっていう感じです。でこの足りないところから今度クワッドストローク4発ずつが始まります。4発ずつ16発叩くと4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3になります。1個ちょっとクッて始まる形になるんですね。4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3。はい、でまたこれ1個足りない状態になりますので、最後は1発叩いてもう1発、2発叩いて今度手順を逆転させます。はい、ちょっとここがね難しくてよく分かんないと思いますので、じっくりやりますね。まずトリプルからいきます。1、2、3、4、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 
右から始めてた人は今度左からこの下の段がね手順が逆の手順でまたシングルから始めるという流れになります。このトリプル、クワッド、そして手順が反転するっていう流れがね若干引っ掛けというか難しくなっておりますので、ここじっくりやっていきましょう。またトリプルからいきます。右手をライト、左手をレフトで歌います。せーの、ライライライレフレフレフ、ライライライレフレフレフ、ライライライレフ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 、ライライライレフ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 、ライライライレフレフライレフライレフライ、はい、最後こう2発叩いたことによって手順がひっくり返ったという流れになります。はい、じゃあちょっとこれ通しでやってみますね。ゆっくりやってみます。せーの、1234、これで一周しました。これでまた手順が反転したので、右から始めた人はまた右から、左から始めた人はまた左からになるというところでね、これをひたすらぐる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 とやるエクササイズでございます。はい、でゆっくりでね構いませんので、あれこのトリプルからクワッドのところどうなってんだろうっていうのをぜひご自身でこう叩きながら、膝でも構いませんので確認してみてください。でこれを、まあ、できるようになって流れるように叩けるとどんな風になるかっていうのを、ね、ちょっとある程度早いテンポでやってみます。せーの、という感じになります。はい、これなかなか効きそうでしょう。
特にね、手順がこうコロコロ変わるっていうところが難しいので、これがコントロール能力を高めることにつながるっていうのと、右左をねバランスよく叩いてますから、この左右のバランス感覚っていうのを得ることができます。で、このタタ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 タっていうのが、まあ、限りなく綺麗にこう手順がねちょっと複雑になったところもタタ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 タとこう綺麗に聞こえるように意識しながら練習するとですね、この最終的にこう交互で叩いた時のこの音粒、音のキレっていうのがねかなり、まとまってきますので、こう速いフレーズなんかを叩いた時もすごく綺麗に聞こえるようになります。あ、でハンドパーカッションで難しいのはやっぱトリプルとかクワッドになります。みんなそこでね結構突っかかるかなと思いますので、まあ、ゆっくり確実にね、やっていただければいい。で、この音がねタン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 ってなるべく一定に、聞こえるように意識して練習していただければ十分効果が得られるかなと思うんですけれども、まあ、よりスピードを得たい、もっと早く叩けるようになりたいといった場合、コツとしてはですね、なるべくグニャングニャンっていうかリラックスした状態を作るってことですね。こう力でダダダダダダダってやるというよりかは、いかにこの画面上で自分の腕をポン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 とこう弾ませる、ボールがバウンドするようにねさせるかっていうことが重要になりますので、楽に楽にやって、どうすればこの画面で弾むかなっていうことを考えながら、練習していただくといいかなと思います。はい、ではここからは今回のエクササイズを、まあ、しばらく練習していただいて、もう余裕で叩けるようになってきたよと、楽勝だよという方向けにちょっと応用のね内容も紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目はですね、今同じ画面でずっとこうシングル、ダブル、トリプル、クワッド叩いてたと思うんですけども、これを分けましょう。パーカッション演奏するときね、複数太鼓があること結構あると思うんですけれども、まあ複数太鼓を用意していただいて、これ右手と左手をそれぞれ分けるっていう感じです。今回僕右手をトゥンバ、左手をコンガで同じ内容を叩いてみます。すると、まあ、みたいな感じになると、まあ、こんな早くやる必要はないんですけれども、こう右左をね分けることによって、まあ、右手の出来具合と左手の出来具合をより明確に判断することができると、まあ、おそらく多くの方は利き手じゃない方の手が苦手、あんまり綺麗に叩けないと思いますので、ゆっくりね確実に練習してみてください。で、さらにハイレベルな内容をやると、例えばヒールトゥーってありますね。はい、で、このヒールトゥー、ヒールトゥーって交互に打つのってある意味でシングルストロークと言えますね。ヒールとトゥーが交互に来てると。で、これを2回ずつやる。ヒールヒールトゥートゥー、ヒールヒールトゥートゥー。2回ずつやれば、これヒールトゥーのダブルってことになりますし、ヒールヒールヒールトゥートゥートゥー、ヒールヒールヒールトゥートゥートゥー。3回ずつやれば、これトリプルになりますから、要はこういうふうに、交互に叩くもの、2パターンの叩き方があるものを、シングル、ダブル、トリプル、クワッドっていう風にやっていくっていう練習がすごく効果的です。ちょっとこれヒールトゥーでやってみますけど、ヒールトゥー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 、といった感じで、まあ、このヒールトゥーを2回ずつやったりね、3回ずつやったりすると、この感覚、コントロール能力むっちゃくちゃ鍛えられますので、やってみてください。同じような考え方でですね、まあ、これフレームドラムでやってもいい、ダラブッカでやってもいい、要はスプリットハンドでやってもいいし、パンデイロでやってもいい。まあ、各自ねやってる楽器でそれぞれ1回ずつ、2回ずつ、3回ずつ、4回ずつっていうのを流れるようにやればいいというだけになりますので、それぞれの楽器で置き換えてやってみてください。
はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の皆さんのために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので概要欄再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加していただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。